皆さん、こんにちは。今回は田中真美子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。いてくれてよかった。この言葉を発したのは、何を隠そう、大谷翔平選手です。元相棒水原一平氏の24億使い込み発覚で、妻真美子さんの存在にネット民も安堵しています。違法賭博疑惑によって、ドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平氏が電撃解雇されてから3週間、4月12日に捜査当局が開いた会見では、水原氏のさらなる驚愕事実が伝えられました。捜査当局によると、水原氏は2021年11月から今年1月にかけて、大谷選手の口座から本人に無断で1600万ドル以上、日本円にして24億4800万円以上もの大金を不正に送金したというのです。また2021年9月から違法賭博に手を出した水原氏は、数ヶ月で多額の損失が出始めたため、大谷選手の銀行口座の連絡先を自身の電話番号と関連するメールアドレスに紐付くように変更していたといいます。さらに大谷選手だと偽って銀行に電話をかけ、大谷選手の銀行口座から送金を試みたこともあったということも分かりました。今回改めて悪質な使い込みが露呈した水原氏でしたが、そもそも彼は大谷選手を公私ともに長年支えてきた名パートナーでした。このことについては異論はありません。昨年6月、ある週刊誌は水原氏の奮闘ぶりを十刀流と報じていました。通訳はもちろんのこと、ボディガード、グルメ情報収集、キャッチボールの相手役、運転手、トレーニングサポーター、動画撮影カメラマン、審判の心理分析、メンタルサポーター、そして友人、そんな重役を備えていた盟友を大谷選手は一瞬にして失ったことになります。水原氏は解雇される前日、ロッカールームで試合を終えたドジャースの選手たちの前で謝罪しました。そして、全ては自分が悪い、私はギャンブル依存症だと語ったそうです。その告白を聞いた大谷選手は激しく動揺し、盟友のトラブルによって想像以上の事態に巻き込まれたことにとても傷ついたと伝えられています。そんな大谷選手を支えるのが、2月末に結婚を発表した妻真美子さんの存在でした。真美子さんについて大谷選手は4月9日、ここ数週間いろいろあったので、まあ隣に誰かいるかどうかはだいぶ違うと思いますし、そういう意味ではすごくいてくれてよかったかなと思ったことはあったかなと感謝の言葉を語っていました。次々と水原氏の裏切りが発覚するという壮絶な状況下に置かれている大谷選手、 XQTwitter では、そのそばに真美子さんが寄り添っていることに安堵する声が相次いでいます。大谷くん、めちゃくちゃ被害者だし、手口が明らかになってくると、あんなに信頼関係がありそうだった相手にそんなことされていたのかって、メンタルも心配になる真美子さんとか、デコピンちゃんがいてよかった。水原一平さん、計画的に悪質性の高い詐欺、窃盗行為だったんですね。大谷選手を支える名パートナーだと思っていたのに、ほんと残念。大谷さんは真美子さんがそばにいてほんとよかった。真美子さんがいてくれてよかったな。水原氏の件で大谷夫妻の絆はより強いものとなったかもしれません。そんな中、大谷翔平選手の妻真美子夫人があることを発表するのではないかと話題になっています。それは何かというと、近く妊娠を発表するのではないかとの情報が流れているというのです。大谷は2月29日に結婚を発表、3月15日インスタグラムに長身女性と寄り添うショットをアップし、その女性が田中真美子さんだと報じられました。そして同日、開幕戦で韓国入りした大谷は真美子さんとツーショットで歩き、お披露目、列島はフィーバーしましたとスポーツ紙記者は語ります。しかし3月21日、違法スポーツ賭博に関与し、大谷選手の口座から巨額の金を送金していたとされる通訳の水原一平氏をドジャースが解雇しました。密接な間柄だっただけに大谷も疑われましたが、会見で彼が僕の口座からお金を盗んで嘘をついていたと明言しました。とはいえ、祝福ムードが一転、暗い雰囲気になってしまったわけですと続けます。12日、米連邦当局は水原氏が1600万ドル
約24億5000万円以上を盗んだとして、銀行詐欺で訴追したと発表します。当初の発表よりも被害金額が大きく膨らんだとして、水原氏の悪質さが浮き彫りになり、大谷選手は被害者であることも判明したのですが、暗いムードを一掃する劇的なアクションが妊娠発表になるのではないかとささやかれ始めているとのことです。おめでたをどこかで発表し仕掛けてくる可能性は十分ある。大谷選手によると、出会いは3、4年前で、昨年に婚約。まみこさんは昨年4月にバスケ選手を突如引退し、今キャンプから米移住していますが、日本で会えたのは数える程度でしょうとスポーツライターは語ります。まみこさんは身長180センチで、総大時代に2017年ユニバーシアードで銀メダルを獲得しました。社会人では富士通レッドウェーブで活躍し、2021年日本代表候補に選ばれたといい、芸能ライターは次のように述べます。日本の芸能関係者は出産後にママタレとして活動してほしいと打診し始めているそう。圧倒的スタイルと美貌、話題性があるだけに、実現すればブレイク確実ですと語ります。新婚ショータイムが始まるだろうかと週刊誌が報じていました。ただこの情報の動機がとても曖昧です。発表するかどうかの選択権は大谷夫妻が持っています。仮に事実だとしても大騒ぎするべきではありませんし、事実でなかった場合は大変失礼にあたります。プライベートのことはあまり詮索しないのが良いのではないかというお考えも一部にはあるようです。東京大学准教授の斉藤浩平氏が14日サンデージャポンに出演し、ドジャースの大谷翔平選手についてコメントしました。番組では大谷選手の口座から1600万ドル、約24億5000万円を不正送金したとして、銀行詐欺容疑で訴追された元通訳の水原一平容疑者が12日にロサンゼルスの連邦地裁に出廷したことを取り上げました。告訴状によると、水原容疑者は大谷選手の銀行口座と紐付ける電話番号、メールアドレスを自分のものに変更し、さらに代理人には、この口座は大谷が他の誰にも関与してほしくないと話し、水原容疑者だけがコントロールできるように操作していたということが分かりました。斉藤氏は、ギャンブル依存症で追い込まれたから大谷選手の口座に手をつけたというよりは、かなり早い段階から計画的にやっている、と指摘しました。続けて、もう一個私が怒っているのがバレロさんとか代理人たちが、口座でこんなことが起きているのに日本人のスタッフを雇ってないし、彼らにも責任問題があると思う、と怒りの矛先を向けました。確かに、バレロ氏側に日本人スタッフがいなかったのは、怠慢と言ってもいいかもしれません。また、バレロが今度は不動産業とかを大谷にやらせようとしていて、また今度、大谷選手が代理人たちの食い物に皿になってしまうんじゃないかと心配しています、と危惧していました。さて、これまでお金に無頓着な野球少年というイメージで語られてきたドジャースの大谷翔平選手。しかし、数年前から南国の超高級リゾート地に通い、セカンドハウスを建設中だったそうです。初めて明らかになった壮大な別荘計画とはどのようなものだったのでしょうか。この円安で、もはや庶民には手の届かない旅行先となりつつあるハワイ。そのハワイの中でも、世界中からセレブが集う最高級リゾート地として知られるのが、ハワイ島のマウナケアビーチです。天然の白砂で埋め尽くされ、その先に広がるエメラルドグリーンの海にはマンタが住み着き、夜になると優雅に泳ぎ出すのです。2年前の10月、この地に日本が誇るスーパースターが、お忍びで訪れていたことは知られていません。その時、彼が向かった先は約7万平方メートルにも及ぶ広大なリゾートの開発予定地だったといいます。異業を打ち立て続ける男は大海原を見下ろしながら、どんな未来を思い描いていたのでしょうか。開幕から9試合目にしてようやく待望の1号ホームランを放つなど、復調の兆しが出てきた大谷翔平選手。そんな中、元通訳の水原一平氏が起こした違法賭博問題に新たな動きがありました。大谷選手は3月の記者会見で、そうした窃盗被害に気づかなかったと明かしたのですが、その浮世離れした金銭感覚に世間は衝撃を受け、大谷選手のグラウンド外での活動や周辺で動く巨額マネーに注目が集まることになりました。大谷選手は体一つで1000億円を稼ぎ出す一方で、
年俸とは別に広告収入だけでも年間で約75億円の稼ぎがあると報じられましたと在米ジャーナリストは語ります。スポンサーには名だたる大企業が並ぶのですが、広告料も破格で、コーセーが10億円、ニューバランスが40億円とも言われています。そんなビッグマネーを大谷選手の代理人という立場で実質的に動かしてきたとされるのが、今回の騒動で一躍注目を集めたネズバレロ氏でした。しかし、その手腕を疑問視する声も出てきました。水原氏に捜査の手が及んでいると知ったバレロ氏は当初、自分たちだけで解決しようとしたが、メディアコントロールがうまくいかず手に負えなくなった。現地では、最後はドジャース球団が火中の栗を拾う形で収拾に動いたと言われていますと語るのは広告代理店関係者です。大谷選手が広告塔になった暗号資産大手交換所 FTX トレーディングとの契約を蒸し返す声もあるにはあります。2022年に同社は経営破綻し、暗号資産を保有していた顧客らは多額の被害をかぶった巨額詐欺事件として立件され、創業者は禁錮刑を食らい、大谷選手ら広告塔となった有名セレブには顧客からの非難が殺到しました。当時この広告案件に関わっていたとみられるバレロ氏には大谷選手のブランド価値を毀損させた前科もあるのです。しかし問題発覚前の水原氏に対してと同様に、大谷選手はバレロ氏に絶大な信頼を置いているようでした。昨年10月、大谷選手がロサンゼルスで愛犬の名を冠して設立したデコピン LLC 以下デコピン社の役員にもバレロ氏が名を連ねています。同社は不動産売買を目的とした会社です。バレロ氏はロサンゼルスに複数の不動産を保有し、彼の自宅も約8億円と言われる大豪邸です。彼がロスに保有する土地の近くに大谷選手が豪華な新居を建設予定だとの報道もあるとしています。そのデコピン社について取材を進めると奇妙なことが分かりました。同社は立ち上げと同時に南国ハワイに支社を設立していたのです。なぜハワイなのか、その答えこそが先ほどで紹介した巨大リゾートなのです。このリゾートの名はザ・ビスタ・マウナケアリゾートといいます。パンフレットによれば、1区画の平均敷地面積は1エーカー約4000平方メートルで、一流の建築家とデザイナーが手掛ける建物の平均床面積は650平方メートル。平均販売価格はなんと1棟あたり約1700万ドル、約25億円と信じられないような値段となっています。運営会社に取材すると、広報担当者はホームページの記載は事実と答え、次のように話しました。14棟のレジデンスのうち中央に位置する1棟を大谷選手が購入することが決まっています。彼が建設予定地を訪れたのは2022年のオフシーズンです。開発は始まったばかりで、建物の建設はこれから。来年には販売開始予定です。大谷選手の塔は2025年7月に完成予定で、彼はその後のオフシーズンはここに滞在することになります。打撃や投球練習が可能な練習施設も併設する予定です。また、これら一連のやり取りが行われた時期は、新妻、マミコさんとの交際時期とも重なっています。メジャーでも結果を残し、大谷選手もマミコさんとの将来を少しずつ意識していた頃でしょうし、彼女の意向もあったのかもしれません。別荘の内装などにマミコさんの希望やおねだりも反映されていることでしょう。もちろん使い切れない資産を投資する目的も兼ねていると思われます。確かに2022年頃から大谷選手の広告価値は高騰していきました。次々とビッグスポンサーを獲得し、スポンサー収入も跳ね上がった時期です。周囲で動くお金が大きくなった結果として、信頼していた水原氏につけ込まれてしまったのは何とも皮肉な話と言えます。ただこの頃から水原氏の掛け金だけでなく、大谷選手が被災地や子どもたちの支援に提供する資金も桁違いに大きくなったというのは注目の一致するところです。そうした大谷選手の金銭感覚の変化にはマミコさんの影響もあったと言われています。さらにハワイはマミコさんにとってもゆかりの地とも言えます。マミコさんの兄は現役ラグビー選手を続ける傍ら、アパレル事業も展開しているのですが、ブランド名の由来はハワイ語で兄弟という意味。マミコさんは同ブランドのモデルも務めていました。マミコさんも家族で旅行したことがあるのでしょう。大谷選手自身にとってもハワイは
日ハム時代の2016年、優勝旅行でチームメートとマリンスポーツやパワースポット巡りを楽しんだ思い出の地、ここに会社の支社を作り、さらに別荘も購入するのは、長期的な拠点とする計画があってのことでしょう。これだけの広さがあれば、2人の間に子供が誕生しても十分余裕がある。練習施設も兼ね備えているのでいくらでも滞在できますし、オフはハワイで子育ててるという選択肢もありえますね、とスポーツジャーナリストは語っていました。いかがだったでしょうか。今回は今後の大谷夫妻の展望とマミコ夫人のことについて見てきました。ところでデコピン社について調べていくと、もう一つの新事実が判明しています。大谷選手とマミコさんの結婚発表から間もない今年3月、デコピン社は日本でも立ち上げられていたのです。社名は株式会社デコピン、所在地は岩手県奥州市の大谷選手の実家になっています。つまりデコピン社はロサンゼルス、ハワイ、日本の3カ所に存在するのです。大谷選手はメジャー挑戦前の2016年にも不動産管理やマネジメントを目的とした法人を設立しているのですが、業務をどう区別するのでしょうか。さらに気になるのは両社の役員欄です。以前からある法人の代表は大谷の母、加代子さんで、取締役には大谷選手本人のほか父や姉が名を連ねています。日本のデコピン社も役員は加代子さんのみで、いずれにもマミコさんの名前は見当たらないのです。別の広告代理店関係者はこんな不安をこぼしていました。大谷選手と同い年のプロスケーター、羽生結弦さんと105日でスピード離婚したバイオリニストの末延真由子さんのことが頭をよぎりました。羽生さんも自身のマネジメントや肖像権管理を行うファミリー企業を持っていましたが、役員欄には末延さんは入っていませんでした。羽生さんの場合、強すぎる、家族の結束に末延さんが馴染めなかったことも離婚の原因だという指摘もありましたよね、と指摘しますが、これについて前出のスポーツジャーナリストは、杞憂ですよ、と首を横に振っています。マミコさんは韓国での開幕戦を大谷選手の両親らと一緒に観戦するなど、家族関係は至って良好です。そもそも2人は海を越えての遠距離恋愛すらも乗り越えてきた、全く心配ないでしょう、としています。日本のデコピン社の設立の目的欄には、コンサルティング業務やマネジメント業務、不動産業務のほかに飲食業が記載されています。2人がこよなく愛するハワイで料理好きなマミコさんがレストランを開業、そんな未来までもつい勝手に想像してしまいますが、大谷マネーに群がる輩が邪魔をしないことを祈るばかりです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。